キアントモノリ・キアントモノリは、沖縄県の東手家。戦前における空手の王屋の一人である。キアントモノリは、1870年、キアンをやぐもじょタスクの三男として、首里リギ保村に生まれた。目が小さかったことから、キアン、メショウと呼ばれたが、正式に、キアン殿内と呼ぶべきである。キアン家は、小生王。 在位1526年から1555年の大獣王子、闘苗、昭越隆、羽地王子長部を元祖とする首里氏族であり、その価格は、戸の内と呼ばれ、大々木安紛りを量する大名という名家であった。父朝佑は、本部下の文家の元長家から木安家に養子に入った。朝徳は、戸籍上では、元長生であるが、木安生を名乗っていた。これは、 キアン家は、兄が次、朝徳は、元長家に養子となったからである。また、父キアン長タスクは、琉球王国末期から明治にかけて活躍した著名な政治家であり、廃藩治験後は、正代公爵の家父を務め、また自身、松村宗懇門家としても知られる到底屋でもあった。弟子の練習を見守るキアン則。右は、中里常の紀キアンは、 幼少の頃にまず父より兄朝、ヒッツと共に、相撲の手ほどきを受けた。そして、15歳の時に、父から正式に、当主を指示した。16歳になると、父を開始2年間、松村宗根の指導を受け54歩を教わった。その後は父について上京し、二小学者で三島中須より漢学を学んだ。キアンとものりは、東京滞在中も、 父と共に当主の鍛錬に励んでいたという。東京には約9年滞在し、26歳の時帰京した。帰京後、キアンともは、泊りでの王や、松村耕作、親泊り教官乱に指示した。他にも、前田親熊上らにも指示したとされる。38歳の頃、キアンは、読谷村牧原に移住して、そこで、 養蚕や入馬車引きをしながら生活を維持した。廃藩地権以後は他の没落氏族と同様いかに名家の出であろうと、キアンもこのように困窮した生活を送らざるを得なかったのである。しかし、移住したことでキアンはヨミタン村に住む茶ャやらの公営から交渉君の型を学ぶことができた。その後、 キアンは1910年には、読谷村ヒジャに今日構え、沖縄県立農林学校、カデナ警察署などで、当主を指導した。1924年、キアンは、那覇の大正劇場で開催された、党で、大演舞大会に、本部朝、イサム、マブニケンワラと共に参加した。また、この年、那覇朝日が丘に設立された、沖縄当主研究クラブにも参加。 このクラブには、キアンの他に、本部朝本、宮城長順、巨田重発など、当時の初大化が参加していた。また、キアンは、流刑された、徳峰親雲上に支持するために、八重山を訪れたが、すでに特例は死去しており、支持することはできなかった。その代わり特例から傍実を習った地元の人より、特例のコを習うことができた。1930年、紀アは、 体とよう、試合の心得という論文を発表。また、同年、膝橋近くに道場を構えた。1937年には、空手道基本型12段決定に参画。1939年、昭和14年、基案は第二本部特会、沖縄支部部特電会電式において、第二本部特会長、林千十郎陸軍対象以下関係者を招いて行われた。 記念演舞会で浸党の方を演舞。演舞者としては最高齢であったために、年齢順の単独演舞のため演舞者22名中、最後に演舞を行った。1945年、キアンは石川捕虜収容所で栄養失調のため死去した。去年74歳。キアンとモノリは小柄で、痩せた体格から想像するイメージと違って、 かけためしの武勇伝も伝わる実践投資屋であった。キアンの弟子には、荒垣康吉、島袋太郎、長峰昌進、島袋善良、島袋達夫、島袋映像奥原文秀、中里常、野ベらがいる。沖縄からて古武道辞典柏書房、2008年、467ページ、参照。ありがとうございます。